自国通貨でで国国債を発行できる国は借金の残高にこだわる必要はないという MMT 現代貨幣理論の名付け親であります入ュする大学のミッチェル教授が来日し麻生財務大臣の発言を「ナンセンセスだと指摘しましまた日本を MMT の実験場にする気はない」との麻生大臣の過去の発言について「全く無意味ナンセンスです」と述べ「<laughs> MMT は政策ではなく概念で実験場にするかどうかという話を なではないと主張しました。えー、藤井さん、あのシンポジウムで、えー、このミッチェル教授とお話をしたということなんですけども。これはどうですか?。気持ちいいですね。<ー>気持ちいいですね。えー、これね、あのナンセンスってどういうことかって言ったら。はい。 キュウリがパパで、おナスがリンゴみたいな。このみかんは、と、いちご、どっちがバナナみたいなもんじゃないですか。これがナンセンスってことです。ナンセンス。今言ったやつってこれね、バカってことですよ。だからナンセンスだって言ったってことは、バカだって言ったのと一緒ですよね。はい。これ。だから、そうそうそう、そうそう、ありがとう。もう、僕これね、喋れはった後ね、 記者会見でもこんなことがあってね、記者会見でしゃべってる時に翻訳する人がしゃべってる時に、こうやって、こうやっしゃ、なんていうんですかね、なんていうこの、オッケーオッケー、俺言うたったみたいな感じで、ありがとう、ありがとう、言うてくれてありがとうみたいな感じになりましたですよ。そうなんですねだからこれはね、本当ね、何がポイントかっていうとこれね、その辺ののおっさんが言ってるんやったら、こいつ、バカやなで、バカって言いますから、まあいいんですけど、やっぱり一番のポイントはね、これね、 あの財務そんですよねでしかもね、はい、面白いだからこう面白いのは。えー この財務大臣のくせにですよ。はい。全くナンセンスなことを財政に関して言ってるもうこれだけでも相当なギャグなわけですよ。はい。で、しかもね、ええ、これはもう MMT をちょっとでも理解してるんだったらみんな知ってるんですけど、ええ、MMT の実験、日本を MMT の実験場にする気はないって言うとるわけでしょ、これですね、はい。ええ。こあとね、はい、言うてはるわけでしょ。はい、でもね、ええ、日本のマクロ経済状況っていうのは MMT が あ言っている理論の予測通りに、現象が起こってるんですよ。はあ、今はい、はい。特に重要なのは、あの、主流派経済学では絶対説明できない現象が、日本では起こってて、はい、要するに国債発行残高がどんどん増えて、はい、国債発行額がすごい多いように金利がすごい下がる。はい、これはね、あのー、 主流派経済学でででは絶対説明できなないことなんですよだけどこれはあの明らかに MMT の正しさを証明する MMT の予測通りなんですよだからね実験する意図はないんだろうと思いますけどもあの日本の経済状況 MMT の正しさをもう明らかに もう壮大な社会実験を通して、ええ、MMT が正しいんだよっていうことを教えてくださってる,、ええ、るわけですよ。はい、その、まあ、あいわば、壮大な社会実験を日本は無意図的にやっている、ええはい、その国の,あの財務大臣が、臣はい、日本を MMT の実験所にする気はないと言うとるわけですこれね、ええ、ギャグかこれはあ コメディーかこれ、えー、ミッチェル教授さらにですね国が借金をする際の制約は赤字額ではなくインフレにあるため長い間物価が低迷している日本ではもっと財政出動すべきだというふうに言ってるとそ,れはそうですよね,すねこれね、えー、ミッチェルがその記者会見の時も言ってましたけど、はい、ちょっとでも経済を知ってる人だったら誰でも分かるようにって枕言葉つけてこういうこと言ってはりました、ねはいえー、だからねで日本の経済学者とかこの財務大臣も含めてはい 経済を知ららなんでこういう意味でも、だから、バカって言ってるのと一緒ですよねあと、日本の消費増税について、ミッチェル教授、日本の消費税率引き上げは過去の増税と同様に、経済へのマイナスの影響を与えると懸念を示しているこれはもういつも藤井さんもね、おっしゃってしかもね、ミッチェルがこう、なんか、はっきり言ってね、ミッチェルからするとね、今の日本のね、その政治やってある、財政やってる人らのこと。 鼻で笑うようなもの<ー>え自分、ほんまにアホなお<ー>ええほ、ほんまにほんまにるするとアホなのだからね、えー、あの、えーまあ、ちょっと楽屋とかでもいろんなこと喋ってて、あんまり楽屋話言うのもなんか悪いから、あれなんですけど、ほんまにミッチェルがね、はい、これ、ところでアソこれほんまに思って言うてんのっ<ー> いう感じで僕は「あんな何も考えない考えない考えない官僚が言ってることを繰り返してるだけでこれ単なるスピーカーやからボタン押したらなんか喋るよるだけみたいなもんやろ俺と。であそういうことかみたいな会話があったとかなかったとか。とかねあったとかなかったとかトークで言うとねこれはっきり言ってギャグよな。 だって日本が MMT の正しさを証明している状況があんのに、はい、実験場にする気がないこれコメディーかこれもうだってもう現象として起きてるかられで僕も「いやほんまありがとうそういうとこだと、ま、これあったかなかったかわからないトークですよありがとうほんまそうやねん。えー、そやけどさこれ一国の財務大臣がさ、えー、こんなコメディーやるって言ったらクワ、えー、イトビッグトラジディー。うん むちちゃゃくひどい悲悲劇劇よなそしたらもうさっきは二谷先生ミッチェルがねこれあったかなかったかわからないですけどミッチェルが「ああ本当だな」と「とこれはひどい悲劇だよな」と「だってこんなやつらがやってるからせっかく2位だったのに g d p の3位になっちゃって日本ダメなってきちゃったもんな」と「そらまあト千がそのトラジディだ」っていうのもまあわかるよな」と言ったか言わないかは知らないけれども。 そんな感じの、まあ、大、大臣の発言にポイント集まってますけれども。じゃあ、その大元の考えは、じゃ、あどっから来てんだってことですね。だから、これ。だ、だ、なんなん、これ。えやっぱりメインストリームエコノミスとか。はい。これ、やっぱり、が。 まあまあ、そういうちゃな。でもまあまあ、官僚やけどな、うん、みたいな会話があったとか、うん、なかったとか、そうなんですね <laughs>、えー。あとですね、3日付で発表された秋の叙勲で、旭、うん、日大綬章を受賞した自民党前総裁、谷垣定和氏、うん、自らが深く関わった10%への消費増税、先月実現したことについて、紆余曲折があったが、なんとか形になったと語りました。安倍総理が消費税ははは今後10年間ぐらいい <laughs>、えー、上げる必要はないと 思っているこう述べたことにも触れ国際的な日本の地位や国際経済の変点を見ながら検討は常にしていかなきゃいけないえこういうふうに谷垣さんは感えー、おっしゃったということなんですがこの考えはどうでしょうこれねえこのニュースが本当と辛かったんですよ、えー、だってご体調悪いというかね、はい、怪我してね怪我されても損傷してねそれでお<ー>辛いお立場じゃないですですごい人でね僕この方も京都はいよくいろんなところでお目にかかるから、はい、もう大好きな だからね、あんまり批判したくないんですよ、でもこう言われたらね、もうなんかこう、批判せなあかんじゃないですか、だからもう、谷垣さん、やめてと、こういうバカなこと言うのと、バカって言わないといけなくなっちゃうんだから、あなたのことバカって言いたくないのにと、もうバカって言わさないでよ、もうあなたみたいな感じ、だから僕、これね、フェイスブックではね、谷垣さんの名誉のために言っておきますが、これは偽善で言ってるのが決してないと、よくこういうことを言わけですよ。いや、俺は日本のこと考えてんだ、だから増税やらなきゃいけねえんだとか。 偽善で言ってるやつ僕はね谷口さんそんな偽善者じゃないか単にバカってことなんですよああそれを名誉のために言っておくとだからそれ今さらえないわけですよいずれにしても何かする。はあでもやっぱり僕偽善者とバカやったバカって言われたいんですよねああ人間として最低なの偽善者ですかそうですかええといずれにしても今こういう状況があると谷口さんも喋らないでもねはい好きだからもうね好きだ。